お客さんですよ。あ、ちょっとお待ちくださいね。はい。いてるんですよ。ちょっとお待ちください。はい。あ、先生、ちょっとお客さんです。あ、こんにちは。こんにちは。はい、先生覚えていらっしゃいます。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、先生、ある手が見えなくなりましたからね。ある手がちょっと、先生、ある手がね。あ、大丈夫です。いい感じ。はい、お待たせしました。はい、あ、ちょっと待って、あ、先生、ちょっと待ってくださいね。あ、今日は先生、ひろいさん。あ、お待ちください。あ、先生、今焼き芋食べてます。焼き芋先生、今食べて、ちょっと先生、焼き芋。ちょっと、ごめんなさい、ちょっと30分ぐらい。あ、ちょっと、忙しかったんですよ。そして、先生、今日ね、多摩川にちょっと遊びに、研究？あ、何ですか？あ、今、遊びに行っていました。あ、学会があって、あ、ちょっと待ってください。先生早くないですか？あ、先生ですね、ちょっと今、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、先生、あ、先生は、今、ちょっと、リモートになりました。あ、ちょっと今日、先生、今日、リモートです。あ、今、すでに、リモート。はい。あ、そうなんですよ。ちょっと今日、多摩川でね、学会があったんですよ。で、先生今ね、お疲れなんですね。だからちょっと今、リモート入りました。はい。それで、ちょっと待ってください。ちょっと今聞いてきますか。お願いします。先生、今日なんか、後ろめっちゃいますね。あのね、今日ちょっと30件ぐらいもうやってるんですよ。待っていただいてるの、この人たち。すいませんね。お待たせしてすいません。あ、ちょっと、まあ、守秘義務も何にもないんですよね、うちね。すいません、ちょっと聞いてるんですよ。あ、先生、ちょっと、あ、リモート会議、あ、くつきます、先生。あ、先生、ちょっと、先生、ちょっとね、お待ちくださいね。先生、ちょっとここにお座りください。先生、ちょっと。食べてます？あ、ちょっと焼き芋ですね。先生、お座りしてください。先生、ここ座ってください。先生。あのね、はい、焼き芋あげてくださいって言ってます。ちょっと先生焼き芋ですか？はい、そうです。はい、あ、先生戻りました。めっちゃ食べた後ですね。はい先生、はい、あ、で、先生はね、すごい焼き芋大作戦っていうのを結構するんですよ、よく。で、この間のケースなんですけど、ちょっと今先生またリモートに入ったんで、すいませんね。ちょっと今また学会入っちゃったんですいません。で、焼き芋はすごく、お通じが良くなるんですよ。お通じ。はいはいはい。あ、それで歌舞伎町クラスにね、月通茶っていうね、はい、お通じが良くなるお茶もあるんですけど、それと一緒に、結構焼き芋食べると、腸がすごく良くなるんですよね。そうすると、人間ってやっぱ腸が悪いと、イライラするんですって。先生は、とにかく何でしょう、こう、診察忙しいときは、とにかく焼き芋食べる。そうすると、通じ良くなるから、ものすごく相談も、なんかこう、スッと相談ができて、みんなスッと帰ってこれて、スッと楽になるって先生言ってます。あー。ちょっと待ってくださいね。先生、焼き芋です。先生。焼き芋。え、ち
っと今すごい。リモート先生、リモート終わりました先生。先生。先生。申し訳ないんですが、また1ヶ月後来ていただけますか。また。はい。わかりました。はい、まあ焼き芋をとにかくあげてくださいっていうことです。わかりました。はい。ということで。はい。ありがとうございました。今日診察料ね、先生、10% でいいって言ってますんで。ありがとうございます。すいません、ちょっとリモートが入っちゃったんでね。あ、わかりました。はい、次回、学会のない時にいらしてくださいね。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。